ナズはアメリカ合衆国のヒップホップ MC、作詞家、音楽プロデューサー、俳優である。元妻は R&B 歌手のケリス。ナズ1998年文学性の高い深みのあるリリックは高く評価されている。題材は麻薬の売買やギャングスタの生活を題材としたギャングスタラップからゲットの現実やそこから抜け出そうというポジティブなメッセージ。 世界情勢などを題材にしたコンシャスラップまで幅広い。デビューアルバム、イルマティックは極めて高い評価を得ており、クラシックと称されている。曲中に銃声や汚い言葉が多いため、ペアレンタルアドバイザリー指定になっている作品が多く、ナズ自身の言動自体もよく物議を醸している。ニューヨーク市のブルックリンクに生まれ、クイーンズ区の南西部、 ロングアイランドシティ地区に位置するクイーンズブリッジ団地で育つ。父はジャズミュージシャンのオルダラ。弟もヒップホップ MC であり、ブレイブハーツというヒップホップユニットで、ジャングルという芸名で活動している。また、1994年頃に生まれた娘、ディスティニーがいる。この子はナナと呼ばれていて、謎の作品の歌詞で時折出てくる。彼女は5枚目のアルバム。 スティルマティックのエグゼクティブプロデューサーとなっていて、ストリーツディサイプルでは彼女に捧げた曲が収録されている。ナズは学校を8年生で退学し、その頃からドラッグの売人となる。退学をしてもナズは勉強を続け、クルアーニア聖書5%ネーションの教書を熟読する。幼い頃のナズは漫画家になるか、父のように楽器奏者になろうと思っていたが、 ヒップホップに親しんでラップも早い時期から始めていた。謎のラップがレコード上に登場したのは1991年、ヒップホップグループメインソースの曲、ライブアトザ・ BBQ においてである。この時の第一声がストリート・エス・ディサイプルであった。16歳にしてすでに枯れて、趣向きのある声、ラキムに影響を受けたフローと姿勢を感じさせる歌詞が話題となる。 その後、サードベースへの客演などを経て、ファーストアルバム、イルマティックをリリース。東大随一のリリシストである、謎のラップに加えて、ラージュ・プロフェッサー、ピート・ロック、DJ ・プレミア、キューティップら当時のニューヨークのトッププロデューサーがこぞって、参加した本作は多くのヒップホップ雑誌から高い評価を受けた。また、本作自体は、セールス面で振るわなかったが、当時の、 いわゆる、成功到底の情勢に一死を報い、同京クイーンズのラッパーたちが人気を得るための布石となった。この作品には、ジップオールダラも参加している。なず2007年その後1996年には、トラックマスターズ、ドクター・ドレイラを制作陣に新たに迎え、前作と比べ、R&B テイストも増した、セカンドアルバム、It Was r i t t e n をリリース。 全米チャート初登場1位を記録し、芝叩く間に300万枚を売り上げることとなるが、本人も後に失敗だったと10回している。このアルバムはニッパックがマキャベリとして出した、生前の最終作品でディスされている。また、この年には、自身が主として損敬していたクール、G ラップのソロ名義でのファーストアルバム、456収録から先行カットされた、ファーストライフで、 コラボレートが実現している。この曲はサーフィスのハッピーをサンプリングしていてヒットしている。その後1997年には、イット・ r ズ・リトゥンで初共演となったドクター・ドレイがメインプロデューサーとなるザ・ファームを AG、ホクシー・ブラウン、コーメガラと結成し、ザ・ファーム、ザ・アルバムをリリースするが大ヒットとはならず。また、メンバー内でもいざこざが起きて自然消滅となった。 コウメガトはその後もお互いにディストラックを発表し、非難の応酬を続ける険悪な中になったが、その後2005年に和解。以降は、ナズのライブに、ホクシー・ブラウンと共に飛び入り参加するなど2009年現在では、以前より友好的な関係となっている。当初、日本ではナズを、ナスと読ませるのが長らく通常であったが、2001年頃から、ナズと濁って読ませる場合が出始め、 しばらくは、ナス読みとナズ読みが混在していたが、2008年頃から、ナズと読ませる方向で定着するようになった。ありがとうございます。